今日ですね、ご紹介するのはこちら、島村兄弟玉ねぎスープです。これは淡路島のお土産品です。お土産品と言いましても、まあ、普通に地元の方なんかも使っている商品なんですけど、これがですね、淡路島の、神戸淡路鳴門自動車道の綱一宮インターの近くですにあります、タコせんべいの里とか赤い屋根といったお土産品がたくさん売っている場所があるんですけど、そこの赤い屋根というところ、淡路島の、産直みたいな感じですね、産地直送の直売店みたいなところに島村兄弟っていうお店がありまして、まあ、島村さんというご兄弟がされてるんだと思うんですけど、まあ、結構有名なお店です。テレビなんかも見てると関西の方ではよく出てくる、お店なんですけど、ここの玉ねぎスープですね、これがねめちゃくちゃ美味しいし便利なんですよ。ここに裏にも書いてあるんですけど、チャーハンに入れたりカレーに隠し味として入れたりっていうことでなってるんですが、確かにね、このカレーに入れたりすると本当にね、ほんのり甘くなるんですよ。玉ねぎの甘みがすっごく、引き立つような感じの調味料として使えます。通販なんかでも買えるみたいですね。通販で600円ってなってたと思います。また概要欄にホームページ貼り付けておきますんで見ていただけたらと思うんですが、このね、玉ねぎスープが基本はコンソメ味です。コンソメ味なので、これを使っての料理っていうのが本当にね、幅が広がるんですよ。で、調味料として使う分にすごくいいので、おすすめをしたいなと思って今回ご紹介させていただきました。以前から使ってたんですけど、ここしばらくもううちなかったんですね。で、先日ですね、鳴門、それと淡路島に遊びに行った時に、また赤い屋根に寄りまして、この島村兄弟さんのところで買ってきました。玉ねぎの詰め放題で新玉ねぎをどっさり買ってきましたけど、それも同じお店です。同じところで買ってきました。それで今日はですね、これを使って一番おすすめの食べ方、ポトフを作りたいと思います。まあ、ポトフ自体はね、そんなに難しいものではないので、いつものような料理動画は撮らないですけど、これでポトフを作りたいと思いますので、ご紹介をさせていただきます。それでは早速料理をしていきたいと思います。はい、今ですね、ポトフを煮込む準備ができました。鍋の中に新玉ねぎ2つ、キャベツが4分の1ぐらいで、人参が1本、余っていたパプリカ入れました。パプリカ半分、それとじゃがいもちょっとだけなんですけど1個入れてます。これを今から煮込んでいくんですが、今は鍋に水が入ってるだけです。水 600cc ほど入ってます。ここにこの玉ねぎスープ、これを入れていきます。はい、今ですね、鍋の中に玉ねぎスープ、これを大さじに2杯、やや山盛りですね、少し多いめに、大さじで2杯入れました。スープとしてこれを飲む時より少し濃いめにしてあります。少し多いめに入れてあります。というのが、キャベツですとか新玉ねぎから水分が出てきて薄くなっていくと思いますので、少し多いめに入れておきました。そしたらこれを火にかけてじっくり煮込んでいきます。はい、今ですね、ポトフを弱火でじっくりコトコトと、どんなもんかな、1時間ぐらい煮込んでました。もうほったらかしにしてました。なのでここで仕上げにソーセージ入れたいと思います。今日はちょっと奮発してジョンソンビール。はい、そしたらソーセージに、火が通るまでもうしばらく煮込みます。こういう感じでポトフが完成しました。調味料は玉ねぎスープを入れただけです。これですごく美味しいポトフができますので、皆さんもぜひ試してみてください。